さあ両チームの選手たちがピッチ上に姿を現してまいりました。ともに今日を含めて残り5試合、まあ残留争いという意味でも本当に重要な、まあ、今シーズンが終わったとき振り返ってみればこの今日のゲームに勝ったから残留できたということにもなりかねない。それだけクルークス、ただこれがサンタナの元にこぼれた。さあ山原スピードを上げる、ウローリーク、山原乾追い越す動き、山原中そのまま通してきた、ピカチュア、山原そのまま入った、山原のゴールということになるか。おそらくピカチュウは微妙触っていなかったかもしれませんが、山原、まあ、クロスの質も良かったですし、まあ、逆サイドに誰も触れなかったらゴールというところは少しイメージしたと思いますけども、まあ、キーパーからすると非常にこう迷うようななる可能性もありそうですが、それだけ大きなフリーキック。さあ中村かクルークスか、中村、まあ、壁のギリギリを超えるというところもそうですし、まあ、キーパーからするとちょっとやっぱクルークスも立ってたので。さあクルークス、コーナーキック、クルークスからのボール、七がいる、こぼれて山岸、ただ旗が上がっています、オフサイド。問題は七が触った時ですけれども ね、まあ、ここのところですね。前回の湘南戦のゴールなんかも本当に見事でしたが、サンタナ、さあここはクルークスから山岸、寄せてくる前にシュート打ってたっていうところ、まあ、このコントロールがうまく入ったところ、まあ、つま先で逆サイド狙いましたけども、ホナウド、乾、そして白崎、ピカチュウの動き出しがある、おっとちょっとエリアの中で倒れてペナルティーキック。清水としては1本になるかという今のシーンです。うん、手かかってますね、中村のところですかね、はいはい、まあ、ここでホナウドに対してですね、はいはい、まあ、ちょっとめていきました、チアゴ・サンタナ、これで1点差、3対2になるかと思います。まずはその前にこの PK です。まあ、非常に冷静でしたし、この踏み込みで少しこう体重移動を、ただ福岡も前がクリアしていく、で試合終了の笛、崖っぷちアビスパ福岡。